いいですね。はい、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、今日は水曜日でございますね。はい、えー、まあね、今日が、お友達がね、ーあの自然栽培のねー、お野菜を届けてくれるね。ー今日から、今日を届けてくれたらしばらく来ないんでね、ー結構きついかもしれないです。はいー夏休みなんでね、お子さんがね。 はい。なので、ちょっとね、えー、来れないんですよね。はい。まあ、しょうがないです。はい。えー、あとは、あのー、新学期になるまでね。えちょっと、我慢ですね。はい。まあ、あのー、朝の雑談です。はい。えー、ずっと気になってたことで、他の配信者さんも何人か言ってるんですけど、あの、特にね、あの、東京近辺の方はご注意ください。はい。えー、これね、何が注意かっていうとね、何とも言えないんですけど、 あの例のね N ですね N の T ですね T の2乗ですはい N の T のね T ということではいそこがねなんかどうやら本社を移転するようですね。 はい。本社をなんか群馬と、おなんかね、えー、京都にね、移転するということで。表向きはね、あのー、地震が心配ということなんですけど、これね、多分あのー、かなり前なんですけど、私あのー、メンバーシップでね、えー、N の TT の、まあ、正体についてね、はい。いろいろお話ししました。よねはい。覚えてらっしゃいますでしょうかはい。 ええー、まあね。ええー、つまりはそういうことなんですよ。はい。N の TT はの、あのね、えー、いわゆる、期限というか、なんというかね、えー、は、そういうことなんですね。はい。まわ、あ、からない方はわからないで結構です。はい。ええー、まあ、なんというかね、えー、そういう NTT が、 え、どこかに、えー、ま、本籍のを移すということは、重要なメンバーはそっちの方に行くということなんですよね。はい。えー、ま、主と機能以外、ま、一種と機能移転で、えー、ま、地震に備えるっていうことが表向きなんですけど、地震ではなくても、まあ、東京は、 いろいろと注意しなければいけません。まあ、大阪もね、そういう意味ではそうですね。東京と大阪です。二大都市です。あの、日本のね。はい。え、まあ、ここまで、多分ここまでしか具体的なことはね、私もちょっと、洋つ部さんでは言えないです。はい。特にこの公開動画では言えません。はい。そういう規定になってますのでね。 はい、えー、まあ、いろんなことが予想されるので、はい。これからね、えー、例の、ねえ食料のね、えー、なんちゃらーとかね、はい。あと、病のね、なんちゃらーとかね、えー、そういうのが、多分、都市部の方から先に始まるでしょう。はい。そういうことなんですよ。まだね、地方の都市は、 まあ地方ですからね。はい。まあそういうことなんですよね。まあこういうこう、もうなんかね、こう、すいませんね。こういう言い方しかできなくて、もうどうしようもないんでね。こればっかりは。あそういうことなんで、もしかしたらそれを想定しているのかもしれませんね。ということなんですね。はい。えー、表向きはね、 えー、地の震なんですけど、はい、地震なんですけどね。えー、どうやら私は地震ではないと思うんですよ。はい。えー、なのでね、特に、あの、都市部の人たち、はい。えー、今後に気をつけてください。まあ、いろいろ考えられます。はい。えー、棒の堂々とかね、あの、本当に食べ物がなくなったらね。はい。まあ、これは今年は多分大丈夫なんでしょうけど、今年いっぱいはね。 どうやら、なんか向こう側の計画にはそういう感じなんでね。今年いっぱいはなんとかなるんでしょうけど。でもまあ、とりあえずね、もうそうしたらもう外に出ないことが、あまあ大前提ですね。はい、そういう事態になってきたら、はい。えー、どういうところでね、とばっちり食うか、本当にね、えー、わかりませんのでね。はい。まあ、そういうことなんで、まあ、 えー、とりあえずね、はい。えー、こういう感じです。はい。まあ、何なんだっていうかか方なんですけど、そういうことも、方をね、いらっしゃるかもしれませんけどね。えー、まあ、そういうことです。まあ、都市部は、あ特にね、東京、大阪の2大都市は、本当に、あのー、注意をしないと、ちょっとまずいことが、今後ね、起きてくるかもしれないのでね。えー、まあ、 本当にあの持ち家でもねあの高いいわゆる高く売れるうちに売ってあの外に出るっていうのもあのいわゆるね郊外ですね郊外に引っ越すっていうのもいいかもしれませんあの固定資産税もね結構大変ですしねあの都市部だとねはいまあそういうことですねはいえー、まあ私がね 知っている動きをちょっと言います。はい。まあ、この件と関わっているかどうかわかりません。日本の話ではないので。はい。えー、アメリカの話です。はい。アメリカのね、いわゆる、こう、不合の人たちです。不合の人たち。今、どういう動きをしているか。はい。えー、えー、まあね。手っ取り早く言うと、ゲイツーさんとかね。 えー、ベゾベゾスさんと同じような動きをしています。えー、脳の地をね、買い取って、はい。そこにね、まあ、自給自足できるだけの土地ですね。だからまあ、そんなに、あのー、全部を買い取るっていうわけじゃないんですけど、えー、自給自足できるぐらいの土地を買い取って、えー、ね、向こうの富豪さんは、まあ、 ああいい感じの土地ですけどね。そういうあの干ばつとか起きない土地でね。で、そういうところの田舎に土地を買って家を建ててね。で、えー、発電システムもね、自分のところで作って、えー、なんていうのかな。そういう性の風にね、頼らないようなあ自給自足の体制を向こうのお金持ちの人たちは、 ああ、整えているそうです。はい。えー、結構な田舎に引っ越しているということですね。はい。えー、まあ、これはね、どこの国の都市部でもそうなんですけど、都市部は脆弱ですからね。はい。えー、まあ、自分もね、えー、ちょっとね、えー、まあ、 これは冗談ですけど、まあ、宝くじでも当たればね、はい、えー、今の,の、那覇市じゃなくてね、もっと田舎のね、ヤンバルとかに引っ越してね、えー、そういう体制を整えたいな、とかあ、思ってしまいます。はい。そういうことでございますね。はい。まあ、あなのでね、十分気をつけてください。はい、えー、もし、あの、そういう事態が起きてきたとき、まあ今後ですね、はい、えーの、あの、なんていうのかな、 あ今年中には起きないとは思うんですけどお、まあ、起こす予定になってるみたいなのでね、どうやら、はい。えー、なので、えー、どうぞね、えー、気をつけてください。で、できる方はね、えー、やっぱりね、あの、引っ越しを考えるのが一番いいと思います。はい。えー、まあ、そんなこんなです。はい。えー、それではね、えー、皆さんまた今日も一日ね、楽しく元気に過ごしましょう。 はい、沖縄おばばでした。はい、パナシゃーン。はーい、うん、かわいいですね。ねえ。